俺もダラスと同じクリースだよ。友達だ。なあ、そうだよ。学校辞めたんだ。ちょっと神経質になってるんだ。2、3ヶ月前にソッシュのやつらにやられた。相手が指輪をはめてたんだ。早く戻ろう。メキシコへ駆け落ちしたと思われる。話すことがない。体がでかいってだけ。ダリルはソーダにも俺にも似てない。俺を嫌ってるんだ。俺のことを施設に入れたがってるけど、ソーダがそうさせないんだよ。言っとくけど俺こんなの使ったことないよ。駐車場で寝てた。ジョニーと話してたら眠くなってそのまま寝ちゃったんだ。コニーボー・カーティス。死んだ親父が変わり者だったからね。兄貴はソーダポップだ。住民票にもそう書いてあるよ。知ってるよ。あんたと同じ高校に行ってんだもん。グリーサー同士はみんな仲良くしてるよ。俺もそうだ。話すことない。威張ってるだけだ。ソーダにも俺にもまるで似てないんだ。俺が嫌いなのさ。ソーダがいなかったらとっくの昔に少年かなんかに入ってたよ。口を出すなよ。お前だって親に邪魔されてるんだろ。田舎へ行きゃみんなそうさ。大きな町に行ってはダメだ。田舎はいいよ。空き地で寝てたんだ。ジョニーと話してるうちに寝込んじまったんだよ。その気はなかった。そんな気はなかったって言ったろ。よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。彼に専念したくてブレイクストーンエージェンシーをやめた。あいつはヤバい男だ。 FBI にまで目をつけられてる。選手も抱えすぎだ。カービィのような天才の扱い方を知らないんだ。時期にするさ。締め切りまであと1週間近くある。オフシーズンに行けばいい。 NBA 行けば$3000万稼げる。才能だってある。早いとこプロになった方がいいんだ。しかし今週で3つ目だ。だんだん出来が良くなってるよ。この1週間が山場だ。警察が送り主を突き止めるまで彼を警護してほしい。24時間体制で。わお、いやいいよ。後で迎えに来てくれるか。そうだ、2時間後にウルヴァリン評価のとこで拾ってもらうかな。あとライフルを持っていく。そっちこそ気をつけて。多くの種にとってこの山々は貴重な生息地です。絶滅寸前の動物もいます。環境が破壊されれば彼らはいなくなってしまう。その運命は人間にかかっているのです。だから我々は羊飼いとなって生き物たちを愛し守ってやらなければ助けが必要です。そのために北極野生動物保護の会は活動しています。命を救いましょう。ジプシーの話は当てにならないようですね。目があるんだろう。周りをよく見るんだ。誰が手当てした。私は泥の中で気を失ってたんだ。おそらく君の額に印をつけた人が手したんだろう。それにしても見事な処置だ。わからない。どうやらここには私たちしかいないようだ。それでもここを離れない方がいい。救助隊が戻った時に見つけてくれるかも。それに体にひどい衝撃を受けたんだから、体のことだって心配なんだ。少し休もう。そうだな、君に任せる。私は火を起こそう。君はその子と一緒に枝を集めてくれないか。私は機内を見てこよう。何か燃料になるものを探さないと。奴の資料か。頼むよ。俺たちは相棒になるんだろう。ならジョンと呼んでくれ。注意、実戦で期待なんかすると命取りだ。俺の資料を読んだって。親父は死んでる。ベッドにいたのは叔父だ。実戦だけじゃなく資料を理解するのも経験不足か。そうか。じゃあこういう状況になったらどうする？ダゲスタンです。旗を見てください。この写真はどこで？役に立つぜ。ブラックマーケットのボスだ。ダゲスタンに出入りする品物を全部把握してる。前にも助けてもらったことがあるんだ。いいか、おこきへどんな薬を使ってもいい。意識を戻してくれ。ものすごく大事な情報源なんだ。助けてくれ。でもパトリック、政府は間引きに反対だと発表してるんだ。どうやら考え直す気はないようだな。他の専門家の意見は。俺は俺で結論を出す。彼女は関係ない。新しい土地に移すとか他の保護区に何頭か売ったりできるなら、俺が他の保護区の知り合いに話す。どこかが引き取ってくれるさ。なあパトリック、頼むからせめてもう一度統計を取らせてくれ。まあよく来たね。空港バスで来たのか。ポーラおばさんとはすれ違ったんだな。飛行機ではよく休めたかい？ここでゆっくりするといい。長旅で疲れたろう。部屋で少し休んでおいで。おい、朝だぞ。ちゃんと起きてるか？なあスリム、自販機の調子今日はどうだ？サインか。分かった。おいスリム、もっと張り切って仕事しろ。離婚なんてそんな。別居でうまくいってるだろ。男でもできたか？酪農場を失ったら亭主への信頼もなくなっちまったか？なぜ穏やかにできないんだ？いつもこんな風にいがみ合って。なんだ金か？俺たちにとっちゃ金のことなんか二の次でよかったはずだろう。よし分かった、そうしようじゃないか。うちの酪農場を奪ったのは彼じゃなく銀行だ。酪農でやってきたみんなを追い出して俺が喜んでるとでも思ってるのか？あ？そりゃ彼らに辛い思いはさせてるさ。向こうが銃を抜きそうに見えたからじっと待ってたらこっちが殺されるとこだった。保安官は過剰防衛だと思ってる。また病院へ行けとさ。はっきり断ってやった。もう警察を辞めたんだから関係ないだろ。今までだってやれることはやっただろ。ああどうもエスターリッジ所長。それがちょっとまずいことになっちゃって、大至急相談に乗ってもらえませんか。警察官同士ということで正直言ってわからないんです。なぜ署長に電話したのか。すいません、お忙しいとこ助けてください。いえ、そっちへはもう二度と戻りたくないんです。それはよくわかってるんです。でももう何年もそこには近づいてないし。ウイスキー、君のやり方は気に食わない。野生のマスタングがサラブレッドと競うとは何事だ。踏んでもさせて肥やしに使ってろ。無線はどうだ。孤立無援だな。マーラ、着陸地点からの距離は今回は在行動者の私がリーダーだ。政府の雇われには関係ない。お前は8年前に退社しただろ。みんな聞いてくれ。地球に戻る望みはまだある。火星に電力源があると考えられるからだ。エンヤ、ケインと機関室に中継してみんなに説明しろ。ケインの死が事故だとはとても思えない。酸素ホースが勝手に外れることはありえない。これまでにあった一連の事故は偶然ではない。誰かが妨害しようとしているんだ。ちょっと来い、早く。よし、今日はここまで。全員最後に5周だ。行け。殺し合いはなしだぞ。約束するか。よし、大会に向けて陣営変更だ。2人共同で首相を務めろ。いいな。よし、じゃあ10周だ。走ってこい。ほら、聞いてるよ。スニーカーだろ。当然何言い出すんだ。結婚10周年だぞ。つまりその考えにふけってたのさ。違う。まあ君の姿を見てたらそそられたことは認める。ちょっとね、仕事のことなら心配ない。ヘンダーソンに任せてきたんだ。平気さ。違う、資料深いと言ったんだ。グズだなんてどうかしたのか。10分後には出られる。君の大好きなカントリーミュージックを聴きながらドライブだろ。ひょっとして悪いウイルスかもしれん。明るくても見える星はある。よく探せ、きっと見つかる。何万光年も離れた星が動いている。神は時として不思議なことをなさる。波のうねりは美しいが船酔いを起こすし。ですよね。困っている人は助けないと。では失礼します。大丈夫ですか。初めて乗った人は船酔いしがちなんです。このパッチを24時間剥がさないで貼っておいて。そうなのなら船に乗る前に貼っておかなきゃダメだな。ベッドに行った方が。この薬が船の備品だ。なんて汚いやつだ。船が傾いてる。押さえててくれ。動かないように。シドニーはどこだ。傷つけたことは一度もないぞ。違う、それは誤解だ。早くあの子に会わせてくれ。シドニー、悪いことは何もしてない。お前らは誤解してるんだ。あの子は俺を愛してるんだ。あの子には俺が必要だった。お前ら俺に死んでほしいんだろ。殺してくれた方がマシだ。任せてください。私は精神分析医だ。クロエ、私はランデスだ。彼と親しかったんだね。名前は。そうか。エドガーから目を離してこっちを見て。クロエ、辛いだろうね。私が力になろう。そのためにはまずそこの椅子に座って呼吸を整えて。さあ、いいかな。少しの間。無理強いは良くない。逆効果だ。手奥が人を助けるのに資格はいらない。大事なのはそばにいることだ。何が言いたい。彼女が立ち直れるよう手を貸しただけだ。僕が弱みにつけ込んだって言いたいのか。覚えてますよ。中で話してもいいですか。どうやって見つけました。時間かかりますか。仕事に遅れるとまずいんだけど。フリーで市のコンピューター関係を。やっぱり模倣犯じゃなかったか。プロポーズするつもりだったんです。でもレストランで落ち気づいて、指輪はまだポケットに入ってました。彼は道に迷ったと言ってガイドブックを持ってました。それを見てたら刺されて動けなかった。血を流しながらそこに座ってアマンダが殺されるのを見てました。67回も刺したんです。人を67回刺すのにどれくらいかかるか分かりますか？ああ、今夜も明日の夜も毎晩仕事には行くさ。探してきた。なんでそんなことを一人で外に出るなと言ったろう。祝ってくれて嬉しいが、パパにはお前しかいない。心配なんだ。夕食を作るよ。ウォーカーが戻ってきた。アウトバーストがこの3カ所であった。地球の引力圏外の数カ所で起こったというのがよくわからん。4日前だ。瞬間移動だよ。時間と空間を超えられる穴が存在する。 A 地点から B 地点まで瞬時に移動できるんだ。ああ、彼女は女優だ。おいおい、やめてくれないか。君が悪いよ。このまま閉じ込めていたんじゃ彼女の要求を満たすことができません。要求に応えないと隊長に話さなきゃダメだ。君の名前は？そうか、スカイだな。俺には人類の進化なんて証明できない。銃のことだったら教えてやれるんだけどな。哲学者じゃないから人類の進化は専門外なんだよ。本当に正直なところ、人類の進化なんて見当もつかない。俺は役立たずだってことさ。俺なんかに世界の運命を託すべきじゃないんだ。一つ提案だ。俺がガキの頃、親父が M80s で感触玉だな、畑から鹿を追っ払ってた。そりゃ T-Rex を追い払うのはそんなのよりずっと危険だってことは分かってるけどさ。できるかもよ。銃の火薬とか小さな爆薬を合わせて大きな音を立てることはさ、望みはある。ご先祖様の知恵ってのを拝借しよう。マンモスを崖から落とした方法を真似てみようぜ。爆薬をうまく使って T-Rex を誘導する。そしてあいつの巣や石油から遠ざけて浜辺に連れ出す。そうすればあいつと対等に戦える。運と正確さが必要だ。リスペクト、この言葉知ってるだろ。ちゃんと扱ってやらなきゃ。好きな女にはな、優しく敬意を払わなきゃいけねえ。黙ってるクソ女。名前を言え。名前を言うんだ。はっきりクリアな発音でな。君がこんな目に遭わされるのはトーチウッドという名のある組織のせいなんだよ。トーチウッドは君の極秘サーバーにアクセスする気だ。それで私もアクセスする必要が生じた。そんなものはない。あいにくだな。調べ上げてある。生体認証のために君のデータが必要だ。悪いな、ニコラス・フラムキン。まずは声をいただいた。6番街のクレーン係のマシュは友達だよな。彼に電話してくれ。いいから電話しろ。チャーリー、54番ストリートのエンリケスを呼べ。アンジェロ、こっちに来てくれ。モルスキー、今日はたっぷり残業だ。動くな。あんたを傷つけたくない。あんたを殺しに来たんじゃない。望みを叶えてほしいんだ。俺はこれを止めてほしいだけだ。頼む。違う、あいつは無関心だった。俺を覚えてないふりをした。俺なんかどうでもいいと思ってた。大したことないって。22歳なのにこのざまだ。検査ならスタンフォードで死ぬほど受けた。ひたすら検査を受けてひどくなっていっただけだ。年を取るスピードがどんどん速くなった。こいつは誰だ知ってるぞ。名前は知らない。だが病院で見かけた。違う、こいつは経営者だ。あんたこいつの手先と何かか。一つもない。今大事なのはそいつより俺だよ。もう少し俺のことだけを考えろよ。知らないのか。こいつはマイルズ・マシスンだ。とどめを刺しとけばよかったのに。拳でぶち破ったんだ。おかげで手の骨がぐちゃぐちゃだが、あんたにはその価値がある。には多額の懸賞金がかかってる。そりゃ無理だな。分かった。そう言うなら見せてやろう。そうか、線路で一緒にいただろう。じゃあ切り刻んでも構わないな。いや、きっともうくたばってるさ。ミリシャの金を盗んで捕まって強制労働収容所に入れられた。キャッツワースにある。ホテルにいたよ。瞑想中だった。一人であることが大切なんだ。教団の活動だ。主に資金集めと勧誘。彼と会ったのは間違いない。だが自由になるのに金はいらない。皆自由だ。教団への寄付ならもらったかもしれないが、それについては話したくない。悪いが彼が伊坂に来てたことなど知らなかった。あんなことはしてない。証拠があるなら私を逮捕しろ。ないなら帰れ。今度私の前に現れたら宗教迫害で訴えてやる。黙って走れ。同時期にガンと言われた。治療スケジュールも同じ。死ぬとなると本音が出るもんだな。ジムはサシにやったことを後悔してたんだ。修復したがってたがダメだった。彼は自分の子にも会わせてもらえなかったよ。止めろ。歩くぞ。どうせ死ぬ身だ。誰もいない。誰にもわからないさ。正当防衛。ここで死ぬかゆっくり死ぬか待つのは疲れた。その通り、KG9 は違法改造でフルオート、認識番号なし。4人死亡、3人は子供、9人負傷、2人重傷。犯人が弾を込め直してる時に警備員が撃ち殺した。11歳だった。なんで KG9 だと。体がでかくて神父にケツを掘られそうになってる女だ。了解。おい、何をしようと構わないが俺を巻き込むなよ。うちの協力者で銃に心当たりがあるそうです。ああ、違うよ。他のことだ。ハリケーンが近づいてるから親父のことが気になって。ちょっと軽くジョギングでもしてくれよ。気が晴れるかもしれない。もう熱帯低気圧に変わったのか。課題の本は読んだか。大雨が降るのははるか遠いメキシコの話だ。テレビよりも少しは課題の本を読め。おい、新学期はもう来週からだろう。運転免許を取るのもいいが先に成績を上げろ。いい加減なことをするな。お前の将来のためだ。そうか、ろくでもない将来だな。相変わらずだ。いや違う、出たくないんだ。どうしようもない頑固もんだよ。ああ、ここ数時間の間にこの女性が来ていないか知りたい。連邦事件の証人だ。多分子供を連れている。念のため確認したい。防犯映像を見せてもらえないか。女と子供は部屋だ。1605号室。なぜ話すとでも思うか。良い光が見えるが、あの世の光だ。お前はじき知る。きれい。フェラートだ。ルスポリだ。ここに向かってる。違うだろうな。そうだ、目当ては赤ん坊だ。諦めて渡せ。窮地は免れる。集会に初めて行った。テントでやるやつな。ジェフがセッティングしたんだ。やめさせるつもりだった。神なんて信じたら弱くなると思って。だが気づいたら話に聞き入ってた。ワンワン泣いたよ。もちろんチーム全員が後に続いた。わからないもんだな。やっぱり自分の目で見なきゃ信じられない。俺はすっかり変わった。すまなかった。本当だな。終わってよかった。ジョニー、お前俺と約束したよな。協力するって。取引の予定は変わったか。奴から目を離すな。ミルズ捜査官。ロレンゾちゃんはボスだ。逃がしたくない。田舎の警部補じゃない。 FBI のやり方で進めろ。クワンテコでそう習わなかったか。君が抜擢されたのは腕を見込まれたからだ。実力を証明しろ。大統領になると夢を抱いてきた人です。出ますよ。どう見たって史上最高の院内総務です。誰よりも実績を積み上げてきたのに、それに見合った人気を得られず戸惑っている。どうして私を支持しないのかと、いろいろあるんです。大統領は全ての官庁と請負業者に人種差別のない雇用を行うよう求めています。つまり公民権運動です。ケネディ大統領に賛辞を送り、ジョンソン大統領をお披露目する。追悼演説でもあり、一般教書演説でもあり、就任演説でもある。あと21時間で仕上げてくれ。それで何があったのかな。直に聞きたいみたいだね。喧嘩の原因はつまらないこと。例えばでもそれで逮捕までされてしまった。でも実際こうなったわけだ。19歳のお嬢さんが通報した。兄弟と父親は病院に搬送。家族の問題でそこまで。この時酔っ払ってたようだね。90日間で12回通ってもらう。それが裁判所の決めた君の保護観察の条件だ。ここまでだ。報告書を出してくれ。まだに何か用か。どんな時も先頭を切って出て行ったよ。上に立つ身になればそれは無理だがね。君のためだけにチーム全員をブランズウィックに送る許可を出せと言ってるのか。そういうことなら提案書を送ってくれれば見る。神に誓って言うが、そんな名前のやつは知らん。そうだよ、知らん。抵抗するな、ひざまずけ。早く。手は頭の後ろだ。やれ。リック、完璧すぎる紹介をどうもありがとう。紹介を聞きながらだんだん不安になってきていました。屈強な大男が出てきそうなのに、私が出ていくと皆さん帰ってしまいそうな気がしてしまいまして。実際は精鋭隊員の見た目なんてこんなもんです。スーパーヒーローにもスポーツ選手にも見えません。ただの人に過ぎないということです。まあ大抵はね。本題に入る前に今日の内容について皆さんの専門レベルを確認させてください。まずバッズをご存知の方はいますか。燃焼パターンがイレギュラーだ。促進剤を使ってる。蒸気圧が高く引火点が低いもの。燃焼速度を計算して炎を操ってるな。出火元は複数ある。温度を上げるためだ。フラッシュオーバーを見るため。ここで見てたはずだ。この状況を見て俺が興奮してないと言ったら嘘になる。満足してるのは確かだ。だが俺にとって炎は欠けた部分を満たすものだ。痛みを癒してくれる。ブラックライトを持ってきてくれ。いつも通りとてもうまかったよ。ジョスリンから店の経営が窮地だと聞いてね。新しい事業展開するときにはありがちなことだ。答えは単純さ。私はついているんだ。だが尊敬する人には運を分けたいと思っててね。だから援助が必要なら80万ドルを投資しようと思っている。いや 5% が妥当な線だ。純利益のね。何も変えるつもりはない。ここは君たちの店だ。本音を言うとここがなくなるのが嫌なんだよ。決めてしまおうか。いいね。会社はこの向かいだ。手続きをしよう。明日の10時、楽しみにしてる。盗んでないぞ。運んでたんだ。人の命がかかってる。もともとの目的地だ。小児病院だよ。本当だ。私の息子があそこの患者なんだ。誤解だよ。ここに写真がある。ほら息子だ。まだ入院する前の。妻と私は酸素が届かないと聞いて、こうなったらもう。そうだ。それより病院にいる息子や子供たちが心配で。いやバシルでいい。来てくれた。こんなに嬉しいことはないよ。頼む。私も連れてってくれ。力になろう。お願いだ。ありがとう。それでは乾杯といこうか。この度バンカーク家とキャリントン家は結婚により家族としてそして会社としても結ばれる。乾杯。いやいやもう払ったから気にするな。だが礼をしたいというなら明日の晩私のペントハウスに来てくれ。モーラは友達と別荘に行ってる。私はオフィスに戻るよ。楽しんでこい。メトロポリタン美術館にピカソが入った傑作だ。誰にでも問題はある。あれほどの天才だ。欠点の一つや二つ目をつぶってやらんとな。二人で仲良くな。救出に手間取って順調に進んでる作戦を潰すつもりですか。それは確かに不運でした。空母3隻は大きな戦果ではないですか。戦況が込み入ってきました。作戦を調整します。提督、昨晩潜水艦タンバーから敵艦の位置が報告されました。夜明けに出撃できるようマクラスキーとギャラハー隊長に伝えますか？標的を確実に沈めるためです。ドーントレスの性能なら任務遂行は十分可能だ。いや待て提督、高解灯をつけるなどできません。日本の潜水艦が潜んでますし、我々の位置を広範囲に教えることになります。訓練してないんですよ。なんだよ、あんたは女神様か？聞かれたから答えたんだよ。元妻だ。アドレナリンだろう。俺の客それだけだ。衛生兵だ。イラクでな。彼女はしょっちゅうナロキソンがあるけど、あれに頼ってちゃ本土勤務だったが他に問題があってね。なんで知ってる？娘さん殺された10年ぐらい前。14歳でそんな傷に効く薬はない。野放しだ。頑張ってるか？名前は中山？聞いたことがあるな。中村だったか。最悪の庭師だった。フェンスの完成はいつだ？よろしい。脱走者を出したくないんでね。お前たちいいフェンスを作ってくれよ。しっかり働くんだ。悪い、待たせたね。気の触れた男が出るわ。兵士が勝手に立ち小便するわ。誰かがサーチライトを壊すわ。たくなんて毎日なんだ。入りたまえ。それで要件は？そうだ、そっちはちょうどよかった。メッセージがある。仲間を保護したロジータ・エスピノーザ、怪我をしてる。この血のりシミになるな。だよな。なあばあちゃん、どうやったんだ？賢者の知恵を恵んでくれよ。家を売れば名前を変えてホテルでも建てて。今の聞いたか？至極まっとうなアドバイスだったと思うんだけど、パメラ、殺人の館に泊まりたいやつなんかいないって。呪われてる。イカれてるな。お前がって意味じゃなくて。いい加減にしろよ。相手にすべきは彼女じゃなくて視聴者だろ。なんで予約の数が減ってるんだ？この小娘に潰されるぞ。